これなんかこれは実在実話みたいなことで、ある女の人に恋をしてる、その女性が結婚をしてしまってる、旦那様といるその窓の下を狂ったように彼女を持って歌ってる男の人、もし旦那さんが聞いたら、どこかの気違いが歌ってるんでしょって言ってくれればいいというような、あの内容らしいんですね。それをちょっともじりまして、その中にいる女の気持ちで作ってしまったので、今日はナポリの先生に後から叱られるかもしれませんけど、一度歌ってみます。ボチェノって夜の声。